タンカーロードトレインロードトレインはオーストラリアで用いられている長大なトラックのこと。コンテナを積載したトレーラーを大型トラックに複数連結しハイウェイを利用して大量の貨物を輸送する。その長さは100メートルを超えることもある。ロードトレインは主に鉄道網の発達していない地域に大量の物資を輸送するための手段として用いられている。 特に2000年代初期まで鉄道が完成していなかったダーウィンに向けてのアデレードからの輸送に多く利用された。オーストラリアの大陸中央部の道路は直線部分が異常に長いため100メートルを超えるような車両でも時速100キロメートルという高速で走行可能であり、この地域では多くのロードトレインが見られる。一方、多くの都市が発達し、鉄道網も整備されている。 大陸東部ではほとんど見ることができない。なお、ロードトレインが走行時に発生させる風による巻き込みは非常に強力であるので事故を避けるためにもロードトレインとすれ違う時には注意が必要である。日本では全長の短いものが木材の輸送などで少数使用されていた。道路交通法でフルトレーラーの全長が25メートルまでとされているが、 道路運送車両の保安基準の制限のため実質21メートルまでである。ありがとうございます。